じゃね、ついにね、取ってきたわ、これ。ノースフェイスの堀江店でね、一応対大でさ、対大の女の子、女子チームでこのノースフェイスのちょっと靴を揃えて、ちょっとチームボンディング、ビルディング、ちょっとね、みんなでこう気合い入れてカンカリのどもちょうね、これを揃えたよ。で、どうもね、白と白白、もしくは黒白で、学生の頃は買ったらしいんだけど、俺はね、ちょっとね、他のが欲しくて黒黒をちょっとこうチョイスしたわ。でね、これがすごいやっぱかっこいい、俺ちょっと買ってよかったのが、早速ちょっとアンボクシング動画を撮ってみようか。ちょうどね、こんな感じ。これはね、多分こうインシューズとしては多分相当軽い、軽いし、なんかすごいね、こうね。で、俺こういう系の靴ね、あんまり買ったことないよね。こう水陸両用用なんちゅう、同じできるやつで、もう紐もないし、でこのなんていう、この伸縮性のあるこれのみで多分こうなんていうの、アジャストするっていうかさ、だからちょっとこういう系俺初やねん。でもこれ多分、まあ、このカンカラ並早デビューしないけど、相当俺軽くて負担なくて結構いいと思うわ。特にさ、選手なんかさ、もうほんと早くパッと脱げた方がいいもんね。でこれさ、素足でも履ける系やけさ、ちょっと俺これすごい期待してる、ね、マジ軽い、もう軽さはもう半端ないわ。で多分これコーチングってか、まあ、コーチにもすごいいいと思う。でね、このウルトラロー2っていう、多分なんかすごい軽い素材を使ってると思う。で裏にもね、このノースペースのマークついてるし、結構細かいところまでなんか俺はね、こう裏も後ろ見て凝ってな。これは早速履いてみようか。ほら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 、いいね、これ。あ、これが入った、これが。やっぱね、素足に合うシューズと思ったわ。マジめっちゃいいよ、これ。なんかいつまで高く飛べる気もするわ。ちゅうわけでね、これがね、このカンカレでバリッと全員揃って、一見ね、ちょっと大体の活躍をちょっと期待しとってほしいわ。今年のやっぱ俺らは違うしね、こうやってやっぱノースフェイスかっこいいしね。これでまあ足もセーブし、セーブして爆裂キックで今回は足を上に上げてみようと思うわ。ちゅうわけで、サイズ的にはね、ちょっと自分のサイズより小さめを選んだ方がいいと思う。でもね、もう買えんと思う。これもう全然出たばっかん時には結構色あったんやけど、もう今ほとんど色もない。てか買えんね。俺これも相当、なんていうの、ノースペースの友達に探してもらって、北海道から、なんちゅうの、わざわざ大阪店までこう、堀江店まで取り寄せてもらったけどね。ボクシング。